池田慶子、池田慶子、池田慶子、旧姓、田中、1933年11月11日台、は、元女子体操競技選手で、指導者、教育者。広島県豊田郡詐欺浦村、現、三原市詐欺浦町出身。息子は教師。メルボルン五輪、ローマ五輪、東京五輪体操女子代表。 1954年世界体操競技選手権で日本女子体操開発の金メダリストとなり、ローマの恋人と呼ばれた、東京五輪団体同メダリスト、体操日本の先駆者といえる、いわゆるママさん選手の先駆けとなった人物、指導者としても名を残し、逸話代表選手を育てている、日本女子体操開発の国際体操伝道入り、三原島栄養市民、 日本体操協会功労賞、横浜文化賞。最終学歴は日本体育大学卒。同大学で教授から名誉教授、副学長を務めた。夫は元体操選手で、日体大や国士大で指導した池田睦彦。二人の息子がおり、長男は慶応義塾大学普通部教諭の池田警備子。セ内海三原湾に浮かぶ詐欺島の生まれ。 実家は、向田浜の浜旦那つまり、園田の地主、経営者で、比較的裕福な家庭に育つ。大らかな父と、厳格な母、祖母に育てられる。二人兄弟で、兄は、元広島県議会議員の田中市に一。幼い頃から、山や川で遊んだ、おてんば娘として育ち、水泳、バレーボール、ソフトボールといろんなスポーツをする。 当時島にあった向井が小学校、詐欺裏中学校で学ぶ。中学では9人制バレーボールのエース、陸上短距離と水泳で県大会に出場していた。これらスポーツと並行して10歳、小学4年生、1943年から三原市内にあったバレー教室に通い始め高校まで続けていた。当時そのバレーの先生からジャンプ力を褒められている。 この経験が、後の体操競技での下地となっていった。稽古の幼少期は、第二次世界大戦の最中であるが、詐欺島、三原市中心部ともに、空襲の被害に遭っていない。ただ1945年広島市への原子爆弾投下によりおじは、被爆し、その翌日から、父親はおじを探しに、広島に入ったため入手被爆し、同年冬に父親も亡くなっている。 1949年、広島県立三原高等学校に入学すると、当初はテニス部に入る。部活の最中に遊びで鉄棒をやっていたところ、体操部顧問にスカウトされ体操部へ編入する。幼い頃にサーカスの道具だと思っていた者は、平均台や段違い平行棒だとこの時に知ることになる。入部してすぐ平均台の上でジャンプやターンをこなし、 周囲を驚かせた。体操競技にのめり込み、小学生の頃から続けたバレエをやめ体操を続けた。家族は体操を知らず、祖母の前で宙返りを決めると、女の子が大股開くとは、何事じゃと怒れた、と回想している。体操部入部3ヶ月後、県大会で優勝。東京国体に出場し6位入賞。この結果を、地元市中国新聞が取り上げたことにより、地元、 サギ島は大騒ぎとなった。バレエの経験を生かした演技はそれまでの体操界のものとは違うためになかなか受け入れられなかったが、広島にすごい選手が出現したと話題になった。1952年、体操の神様、竹本正雄に憧れ、日本体育大学に入学。この年から、日体大は女子を入れたためいわゆる女子一期生となり、授業内容は男子と同じだった。 体操部も同様に男子と一緒に練習し、釣り輪などの男子種目もこなしていた。高校までのバレーで培われた表現力と大学での身体能力強化により体操選手として花開くことになる。1953年全日本体操競技選手権大会初優勝。百五十四年大学二年十九歳の時、日本男子体操チームのお供の形で、 初めて海外遠征した。これは日本の女子体操競技初の海外遠征であった。そして男子チームと共にローマ世界体操競技選手権に出場、平均台で日本女子体操史上初の金メダルを獲得した。史上二人目は2017年大会の床で村上松愛が獲得するまで63年用した。華やかで美しいジャンプと、 ターンで世界の体操ファンを魅了、現地ではローマの恋人ともてはやされた。時は戦後復興の最中、人々は稽古の活躍に希望を見出し熱狂し、帰国後の羽田空港にはマスコミが殺到した。故郷の詐欺島では、提灯行列、実家では、持ち巻きが行われるなどお祭り騒ぎとなった。世界選手権でのメダルにより稽古は、一躍、 日本女子体操界のリーダーとなり、体操日本の黄金時代をリードしていった。1956年、日体大を卒業、そのまま女子として大学に泊まった。昼間は、教員として授業、夕方から体操部で指導、夜になり、空いた時間に自分の練習をした。1956年メルボルンオリンピックで、逸話初出場、床4位。 個人総合で13位、団体6位に終わる。日本選手団の裏方の仕事もこなしていた。当時の日本体操界は、団体戦を重視していたこともあり、個人成績は意識していなかったと回想している。そして当時のオーストラリアは、戦後10年経ったとはいえ反日感情が残っていたと思えしている。1958年モスクワ世界選手権、床で、 銅メダルを獲得する。この大会で日本選手団に集団食中毒が発生したが、慶子は数とピンピンしていた。1958年、国士館大学教員であった池田睦彦と結婚以降、池田千円を名乗るようになる。睦彦とは縁談により知り合い、体操を続けるという条件での結婚だった。稽古は周囲の雑音を無視し、家事もこなしながら、 日体大教員として、そして体操を続ける。1960年ローマオリンピックに出場。試合会場は天井から砂が落ちてくるほど古く、環境に宿泊したと回想している。この大会の段違い平行棒で、女子の選手としては世界で初めてとなるフルターンを決めているが、得点は伸びず、これに起こる観客が続出した。個人総合6位。 団地外平行棒、平均台5位、団体4位。次の逸話は、地元開催の東京オリンピック、4位に終わった、女子体操は次の五輪でのメダル獲得を期待される。1961年、長男を生む。出産4ヶ月後に出場した全日本選手権で5連覇を達成した。なおこの記録は2011年に、鶴見二次子が6連覇を達成するまで、 日本記録であった。翌1962年プラハ世界選手権に出場し、平均台で銅メダルを獲得した。東京五輪に向けて、周囲の期待は、がぜん高まった。ただ、テイコがプラハから帰ってくると、1歳になった。長男は、母親の顔を忘れており、ショックだったと回想している。1963年、次男を産む。翌年に、 東京五輪を控えて国民が期待していた中でのことだった。日本体操協会は逸話があるのに出産とは何事かと起こり、稽古は生みます。逸話でも勝ちますと返すと、協会、そんなことできるわけない、稽古、こいつ、今に見てろよと闘志を燃やした。妊娠7ヶ月まで妊婦姿になっても練習に励み、産後1週間で練習に戻っている。 当時はママさん選手に対するサポート体制は整っておらず、合宿には息子二人を連れて行き自分で育児を起こした。父のでも悪くなり、さらに五輪一ヶ月前に右ふくらはぎ肉離れの大怪我を負ってしまった。1964年、東京五輪。女子団体では、ソビエト連邦とチェコスロバキアが実力的に抜けていて、3位を日本と統一ドイツと争う状況だった。 その大一番、最初の種目となった平均台で、片足前方宙返りを決めチーム最高の9.70点を叩き出し、東京体育館の興奮は最高潮となった。ドイツはその後の演技でミスを連発し、結果に本女子体操界悲願の3位に入り、銅メダルを獲得した。東京五輪が行われた1964年で31歳になっていたが、いつ後も、 体操女子会のリーダーとして活躍した。逸話後の目標として、女王、ラリサ・ラチニナを倒すことに定めた。1966年、ドルドムント世界選手権に出場。個人総合3位銅メダル、平行棒で、銀メダルとラチニナを上回る結果を残し悲願を達成した。ダータ・ケイコにとって、この大会は、結果よりも転換期となる大会にあった。 個人総合は24歳のベラ・チャスラフスカと17歳のナタリア・クチンスカヤと33歳だった稽古に比べ一回り若い選手値が上位に入りラチニナが実は自分のことよりもソ連の次世代の若い選手のために試合に出ていたことと他国の体操界では若返りが進んでいたが日本はまだ稽古が前に出ていた状況だったため以降次世代の育成を意識し出すようになる 結局、この大会は稽古にとって最後の国際大会となった。1967年、全日本選手権で10度目の優勝を飾る。この V10 は2015年現在でも史上最多記録である。ただ、この時から成績は振るわなくなっていった。1968年、メキシコシティオリンピック出場にも意欲を燃やしたが代表には落選した。 1968年メキシココリンゴに行われた全日本選手権が公式戦最後の出場となった。慶子は2011年のインタビューで周りが勝手に引退と言ってるだけで自分で辞めるとは言ってない。今でも現役で試合に出れる。と語っている。1966年ドルトムント世界選手権終了後現役のまま指導者として ジュニア総育成を掲げ体操クラブ、池田健康教室を開校した。後に幅広い年齢層に門戸を広げ、また、ジュニア総育成では後に五輪に出場する岡崎里子、野沢咲子らを育てている。1975年には、故郷の広島にジャンピング体操スクールを立ち上ている。1975年、全日本ジュニア体操クラブ競技会設説につぎ 女性唯一の役員、副理事長、後専務理事、1978年、全日本ジュニア体操競技大会、1989年、国際ジュニア体操競技大会を開催。全日本ジュニア体操クラブ連盟理事長、日本体操協会副会長、NHK 経営委員、テレビ朝日番組審査委員、2008年、オリンピックパラリンピック、 横浜策定部会長など多くの役職を歴任。また、日本体育大学でも、助手、助教授、教授として、多くの学生選手を育て上げた。日体大での養殖としては、スポーツ局長、副学長、名誉学長を務めて、2003年退職。2002年、日本体操女子で、初めて国際体操殿堂入りした。受賞式では、 ケレティア・アーグネシュと共にまだやれると、ドレスのまま、逆立ちをしてみせ拍手喝采を浴びた。同年、神道カネトと共に、見晴らし名誉市民に賞よ。現在、花園大学客員教授。また、体操教室も続けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。